パン行くからね。パンってスイちゃん、スイちゃんフォン、スイちゃんフォンって言ってる人がいる。はい、そうです。スイちゃんフォン。あ、スイちゃんフォン。あ、そう。あ、そう。Oh yeah、スイちゃんフォン。あ、yeah、スイちゃん is フォン。スイちゃんは電話。これこれあれじゃね、あのコメントの上ら辺に固定しとかないで一生使えるレベルですか。書いとくか。書いとくか。スイちゃんは。スイちゃん。スイちゃんフォン。スイちゃんフォン。今日はこの真ん中に何も出ないんですか、これ。いや、後から出る。でも、真ん中にしか出へんから。え、そうな、そうな、確かにな。大丈夫、ここならいけ、ここならかぶらへん、はい、いや、スイちゃんフォン、はい、いや、というわけでこれでもう誰もわからない、はい、これで、わかる、わかるのよ。ちょっと待って。誰も間違えないって言おうと思った。スイちゃんの本質はスマホやん。スイちゃんフォンだから。スイちゃんフォンだから、見て、ちゃんと画面。スイちゃんフォン。スイちゃんフォン。スイちゃん音質がマクドのドライブスルーって言われる。No, no, no, スイちゃんファン。え、そんなレベルなん？いや、マクドのドライブスルーレベル。そんなことない。いらっしゃいませ。メニューお伺いいたします。あ、ポテトあるだけ。あ、ポテト。はい。あ、すいません、今 M と L が販売中してです。S をじゃあるだけ。S を、では、一つあるだけ。なくなっちまうよ。お芋大好き。ポテト難民なのに復活してほしいですね、早くね、ポテトね。なんかスイちゃん急に近くなるときあんねんな。なんで？なんか何、近寄ったり離れたりしてる。あ、わかった。これさ、ちょっと待って、ディスコードの設定をさ変えるわ。それかも、うん、それかも。気づいちゃった。それかも。